どうも、かけです。今回の原神動画は、私待望のガチャ放出会です。報酬でもらえる石と空月の祝福でね、貯めた分をね、今回回していきます。原神シリーズを動画にするって決めた時から、石は溜め込んでいて、イベントとかでね、こうやって一気に回そうって最初から決めていたので、もうようやっとですね、いや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 、まあ、うだうだ言ってないでね、もう早速行きましょう。いや、緊張するなぁ。 あの、原神のガチャって基本的にね、私回してこなかったんですよ。初心者応援ガチャはね、回したんですけどね。まあ、それで行光さんが来たんですけど、あ来たね。ピックアップ、今回星4でね、ピックアップされている中のリオナちゃん。嬉しいですね。やっぱ持ってない子が来るっていうのは、やっぱあのー、始めたてあるあるで嬉しい。うん。あ、本出たね。 どうなんでしょうかこれ。あのー、ちょっとね、ほんと、原神のガチャを回してこなかったから、なんか、良し悪しがわからない。まあ、このままね、ポンポンとテンポよくいきますか。話しながらね。そうで、ガチャはね、ほんとね、単発で気まぐれに引いて、たまになんか出たぐらいなんですよ。私の、その、原神ガチャライフは。だから、こうやってね、まとまった数、もう10連、20連、30連で回していくのは、ほんと、原神史上初ですね。うん。 いや本当にあ、ノエルちゃんそう今回ピックアップされている星4のうちでねノエルちゃんがいっぱい来てノエルちゃんが貫突するっていう私のな,なんだろうねその最低ラインみたいな野望はありますうんノエルちゃんやっぱね初期からねお世話になっているからねやっぱやっぱ重なって強くなるシステムがある以上重なってほしいなっていう気持ちは あるんですよ、ね、まあ何だろうキャラクターによって軟穀がいいみたいなのはあるらしいんですけど私まだその辺ちょっとちょっとよく分かってないんですけど来、まあ、来れば来るだけいいですよ、ね、なんかいやいや弓矢出ましたけどちょっと本当によしあしがわからないのでなんか出たやつはガチャが終わった後に一気に調べたいと思いますどれがいいのかとかね。 なんかこう、星4が出たら、もう無条件でそれがいいのか、それとも、あのー、なんだ、精錬した星3を持たせるのがいいのかとかね。あ、ノエルちゃん来たね。ノエルちゃん、いいな。あ、来た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 。皆さん来た。来たよ。えい、ー、しちゃん来た。ちょっとこちょっと声、声枯れてきちゃった。どうしよう <laughs>。あの、公式さんが出してたムービーをね、ちょっと見まして、 もうエンシちゃん欲しいって思ってて思ためっちゃ嬉しい原神ってさその星4のキャラでもなんかあんま出ないみたいに言われているのでちょっとね不安だったんですよねなんかそのピックアップはピックアップでもちょっと偏ってノエルちゃんしか来ないとかね <laughs> ありえるんでうんいや嬉しい一人でも嬉しいよ今回90連回すので演出ちゃんがさそのね やっぱ最低でも1人来てで欲を言うならなんかいい感じに嫁れたらいいなーっていうのは思ってたんですよも,もちろんディオナちゃんもね思ってないキャラクターが来るのはやっぱ嬉しいんでいやー嬉しい縁起ちゃんが来ただけでも負けてない私は負けではない今回いや嬉しいなーあの他のガチャでもねあっ縁起ちゃん来たやった,やった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  あのね、他のガチャでもねあんま運いい方じゃないので星5来るってねあんまね期待してないんだよね自分の中ではだからね遠志ちゃんがいっぱい来るっていうのがもう私の中の勝負だったいやあっという間に解けるな <laughs> あっ,あっ,あっみんなみんな来たようわっあ,あのなんか天井システムは結構調べてきたつもりなんですけどはびっくりは来た来た来たすり抜けるかなえ あれがね、星5の輝きなんですよ、皆さん。あ、まずノエルちゃん。ノエルちゃん。はっはっはっよし <laughs> 思わず、思わず現実でグッてしちゃった。手、グッてしちゃった。えエ <laughs> ンヒちゃん来たえンヒちゃん来たみんな見てみんなごめん、なんか他の配信者の人みたいにさ、キャーキャーって喜べない自分。<laughs> リアクションがなんか微妙でごめんね。めっちゃ嬉しいんだよ。めっちゃ嬉しい。うわ、キャラクター3人抜き、すごくない <laughs> 勝利先生来た <laughs> いや、来るとは思ってなかった。残り20連あるけどどうしよう。えーどうしよう。えぇ、ー、ちょっと今ふわっとしてる気持ちが。あの、武器ガチャって回した方がいいんですかね 武器も回した方がいいとは思うんだけどどうしよっかなあと20連酔い越しの石は持たねえ私はキャラが欲しい <laughs> すまないみんな武器ガチャは気まぐれにいつか回すよ <laughs> 私はキャラが欲しいんだ原神、キャラ操作するの楽しい 僕、キャラが欲しいっていう心理なので <laughs>。ごめんなさい。いや、あわよくば、えんヒちゃんがまた重なるかもしれないって言ってたら、ノエルちゃんが重なる。ノエルちゃん、これで何人目だろう。ちょっと数えてなくてすみません。後でね、見せますね。さあ、最後の90連。星5を引いたら、あの、天井までの、なんだろう、蓄積みたいなのはリセットされちゃうから、 まあ、これ、なんだろう、望み薄なんですけど、まあ一応ね。あ、なんか、なんか星4の槍出ましたね。いや、ほんと、よしあしがわからないので、これは後で、後でね、見とくか。というわけで、まとまった90連があっという間に終わってしまいました。寂しいな。でも、勝利先生出ましたから、これは大勝利先生ですわ。えーっと、えっと、 あそう,そう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 このガチャいっぱい引いたことでもらえるこれをねこれをね期待してたんですよこのスターダストこれをまあ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 交換できるやつはどんどん交換してでこれだこれキャラもらえるんですよね貯めたらレザー君もらっていいですかアンバーちゃんもいるんですけど いや、いらっしゃい、レザーくん。やったー、レザーくんも手に入れた。いや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 、ほかほかですわ <laughs>。ほかほかですね、ガチャ放出すると。いや、溜め込んだ回がありました。これももらっとこうか。うん。えっ、ー、と、どうしようかな。<laughs> 一旦動画をちょっと、中、どっかで中断して、なんか区切りのいいところをみんなに見せようかな。はい。じゃあ、なんかざっくり見ていきましょうか。 まずノエルちゃんの命の星座を解放はいこれで何突できるか選手権しましょうこれでねどんどんねノエルちゃんのなんか秘めた力が解放されて強くなるんですよはいはいああやばい <laughs> <laughs> うわ妖怪一足りないだうわこのゲームにも妖怪一足りないが存在したうわ悔しいな裏で引こうかなあ先生 え先生最後にしよっかリオナちゃんかわいいわ星座猫だかわいいこの命の星座っていうのいいよねうんあエイヒちゃんうわかわいいエイヒちゃん何それそれなにそれ,それな何そ,そのページが黒いのかっこよすぎないうん,うんえかわかわよえっかっこよさとさかさ 可愛さをさ、兼ね備えた、ハイパー生足美少女。え、やばくないですかよいしょっと。星座もかっこいいな、うん、えっと、うん、何人来たっけ、うん、あ、ここまでかいや、縁士ちゃんももうちょっと重ねたい <laughs> な裏で回そうかな <laughs> またためた分でね。あ、で、レザーくん。いらっしゃい、レザーくん。 レザーくん、伝説任務以降なんですよね。<ー>雷属性だよね、確か。イカ雷,雷まあ、うちリサさんしかね、いなかったんでね。いや、いらっしゃいって感じ。いや、いいね。この、なんか、はかなげな感じが。で、リオナちゃんも、ね、うち氷、うちね、<laughs> ガイアさんしかいなかったから、本当にいらっしゃいって感じ、本当に。ちっちゃいな、本当ええー。 いや、ななちゃんも小さいけど、ディオナちゃんもなんか同じ系統か。いや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 、かわいいな。で、先生ね。いらっしゃい、先生。待ってたよ。にっこり。いや、エニシ結んだ回ありましたね。はモーションかっこいいな。かっこいいな。先生、年末誕生日なんですね。<laughs> いや、ほんといらっしゃい。いや、嬉しいな、先生。聞けたよ。夢じゃなかったね。<laughs> ちょっとごめんねリアクション下手くそでめっちゃ喜んでるからね私はい今回こんな感じで私の手持ちこんな感じですよいやー増えたな今気づいたんですけど <laughs> ああ結局私風属性のキャラ弾けてないんだなーっていういやまあ水属性もねバーバラちゃんしかいないんだけど なんだろうね、主人公って属性変わっちゃうから実質無属性みたいなもんじゃないですかいや風属性の子欲しいななんか誰でもいいから風属性が欲しいなんかあのー、なんか分かりますかねあのー、マップの方になんか手袋っていうか手のマークみたいなのがなんか出てて。 ちょっとあのー、石を掘るのに夢中で無視してたんだけど、あれなんだろうねちょっと見に行きますか。うん。あ、これ瑠璃袋探知機マーク <laughs> 何言ってんだ私は。瑠璃袋のマークだったの今の。えまだあるよ。ねえ。あある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  <laughs>。わ。 クマークえなんでえっアップデートどういうことこれもしかしてエンヒちゃんパーティーに入れてるから見えてるってことねえなんかあのー、キャラクターってあるもんねそういうのなんか行幸さんもねなんか石を探す能力がね あるんですよそのマップ上に石の形があってそこに行くとあるっていうそれ凝行子さんのおかげなんですけどあーそういうことかなるほどなええー、よいしょっとうんうんかわいいえー、どこで見るんだっけここじゃない なるほどね。理解しました。<laughs> アップデートじゃなかった。<laughs> えー、やっぱりキャラクターごとになんかその特殊なのがあるんですね。えー、ね、行幸さんもね、これあるもんね。私最初さ、みんなあるもんだと思ってたんですよ。その、石マーク。でもこれ行幸さんがいるから石マークが見えるっていうね、特性をね、後になって知ったんですよね。うん。 生地,生地最初っから行幸さんと旅をしていたせいでそれが当たり前になっていたなるほどあこういうのちゃんと <laughs> 見とくべきだな <laughs> こういうのね <laughs> ざっくりでもいいから <laughs> ねえ <laughs> 先生先生お願いしてもいいですか おお <laughs> これが噂のピッケルテイ君ですか先生がっぽりだわあわあいっぱい取れるねーいやーこれいいな <laughs> 行幸さんで見つける先生で掘る 新しい事業の始まりそして取りこぼしは他のキャラクターで取るいいなあ快適いやーガチャ動画からちょっと時間空いてるんですけどちょっと雑談挟もうかなうんいや本当にね星5引けてよかった <laughs> そもそもガチャ運があんまり良くないので弾けるかちょっと怖かったんですけど いやよかったお蔵入りにならなくて済みましたね。<laughs> まあ、エンヒちゃんとかがね弾けただけでも儲け者ではあるんですけどね。いやいろん,な意味でんだろうあの動画の中だと私リアクションが下手くそすぎてなんかちょっといまいちに見えるかもしれないんだけどあのね私普通にあの原神の男キャラでは勝利先生がね一番好きだな、うん。原神を代表する推しはやっぱり行幸さんなんだけどね。うん いや本当に良かった。便利だし、そう私ね、あの、勝利先生をね、好きになったポイントがね、1個明確にありまして、どうしようかな、それちょっと編集で、ちょっとそのシーン差し込もうかな。じゃあ、PV どうぞ人工栽培の方が多くなっているんだ。はあ、旦那は詳しいですな。私もそこまでは知りませんでした。たしナム程度だ。 こちらののの旅人の方が侮れなないいぞぞつか大陸をすするものになるもにだだろう褒めすぎ利。ーーはい、今差し込んだと思うんですけどねこのシーンあのー、なんで勝利先生最初こんなね主人公のことを持ち上げたんだろうなって思ってたんですよ。で主人公補正でねまあなんか <laughs> 持ち上げてもらったのかなって最初は流してたんですけどなんかよくよく見たら。 あの私最初白来さんにバカにされたじゃないですかパイモンと一緒に召使いみたいなこと言われてで勝利先生はこれかばってくれたのかなっていう <laughs> ね思ったんですよその白来さんに知識マウントを取った上でその自分がこう尊重する旅人はもっとすごいんだぞみたいな感じでかばってくれたってそう解釈した瞬間に私は 先生いいなって思ったんですよね。